九九の駅は、岐阜県高山市九九野町九九野にある、東海旅客鉄道高山本線の駅である。旧久、九久町の中心部にあり、一部の特急、日騨が停車する。標高は、高山本線で一番高い676メートルである。短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。構内西側に、式ホーム、 校内東側に島式ホームが配置されている。1番線を高山方面行きの下り列車が使用し、2番線を下路、名古屋方面行きの上り列車が使用する。3番線は2010年3月改正現在のダイヤでは一部の下り列車が使用する程度であるが、水無神社発毛でのための臨時列車の折り返し等に利用されている。ホーム油校長が給料程度と短いため、 車両を増結した重量編成の特急列車の場合、現在では一部のドアが開かない。また3番線の外側には、3番線から分岐する、補線車両留置線が一本並行している。かつて駅舎が1番線側に立っていたが、現在は、倉庫併設の待合室のみとなっている。1番線と2.3番線は、屋根付きの古線橋で結ばれている。高山駅管理の無人駅。 2010年3月31日までは、東海交通事業に会員委託され、マルスタンマスも設置されていたが、利用客の減少と駅員の高齢化で公認の目処がつかないため、駅自体は無人化された。その後、駅に隣接する、日田と原境区区の観光協会が、近距離ギップのみを委託で販売していたが、2012年3月31日をもって販売を終了し、 完全な無人駅となった。岐阜県統計所と高山市の荒ましによると、近年の1日平均乗車人員は以下の通り、飛騨川と無数河川の合流地点付近にある山あいの狭い定地に位置する。太平洋側、日本海側の分水嶺となる宮峠手前の駅であり、高山本線では太平洋側最北の駅となる。駅付近は、 久区野町の中心部であり、行政機関や住宅商店が集まる。駅前に男女別推薦講習トイレがある。ありがとうございます。